ミヤチンデラックス。コロナ旅。皆さんこんにちは。今日始まりました。ね、今日なんか雨であいにくなんかね、昨日までいいお天気だったんですけども、肌寒いですね。ね、今日はちょっと雨ということでなんかお盆に気分なんですけども、はい、今日もミヤチンデラックスコロナ旅を聞いていただいて元気を出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんと皆さん見てわかるんですが、今日2人なんですね。はい初めてですね2人っていうのは。本当そうですよね。なんか寂しい気持ち。本来ならね真ん中にそのゲストさんがいらっしゃるんですけども、はい、でもたまには2人で、はい、まあ、今私たちのこの袋グループ、はい、後ろに書いてあります観光案内所の袋屋とかですね、はい、あとアールズのお話をちょっと今日はさせていただきたいと思っております、はい、よろしくお願いいたします。はい、実はですね先日先週ですねちょっと勝手焼き祭りの宣伝をさせていただいたんですけども、はい、なんと九十九里のアールパークで勝手焼き祭り、はい、陳さんいかがでしたでしょうか。はい、もう大盛況でしたよ。あ、素晴らしいですね。4回目です。4回目ということで、もういろいろ出てましたね、美味しそうなものが、ね、すごいですよ。今までで一番、ね、出店数は多かったんですけども、楽しかったです。そうなんですか、はい、ちょっと様子動画でありますか。はい、お見せします。はい、なんかね今回はジェラードも出たりとかですね。そうなんですよ、懐かしい。でステーキの串焼きとかですね、はい、はい、公衆トイレどなたでも使用しようかとすいません、優しいパークですね。そうですね、はい、ここ入り口ですね、はい、もう花も咲いて天気最高でした。ちょっと風強かったです。この女性はアールズの、はい、選手ですね。はい、バスケットボール選手です、はい、女性チームですね。女性チームです。はい、楽しみですね、はい、この女性チームの話も後ほどさせていただきますね、はい、この勝手焼きではこのアールズの、プロバスケットの女性が参加してくださって、はい、それでなんか盛り上がったって聞きましたけど、はい、高山さんが、はい、買い卸業者で美味しいな、ね、美味しい。今回何出していただいたんですか。ハマグリとかですね、海鮮です。はい、牡蠣もねすごい大きなのが前回出てましたよ ね、はい、手のひらサイズぐらいにありましたよ、本当に美味しい。手のひらサイズの牡蠣、一つだけでお腹いっぱいになりそうな感じですね。そうですよね、そんな大きい牡蠣だと、はい、毎回新鮮なね貝を卸していただいてるんですけども、はい、はい、あと何がありました。ステーキ串は食べましたか。いや私今回食べてないんですけども、はい、でも、はい、出てました。すごい人気で、なんかすごい、はい、これ飛騨牛ですか。飛騨牛ではないんですけども、はい、日本産の和牛です。はい、行ったら一番食べたかったですね、私としては。ねー、クレープもすごい美味しそうでしたよ、フルーツ入ってて、はい、あとなんとジェラードもあったということで、ありました、食べました。千葉県の高秀牧場さんのジェラードですね、はい、その高秀牧場さんの真上さんにも先月ゲストで出ていただいたんですけども、はい、なんと季節によって12種類毎回出してるんですよ ね。今回はなんかグリーンのジェラードと白いジェラードだったんですけど、ミルクとグリーンは何でしょうね。なのなんか食べる機会なかったですか。そうですね、ごめんなさい、はい、こんな感じで、ね、はい、やってらっしゃったんですね。はい、なんか選手もみんな制服着てるんですけども、それはトマクさんが作ってくださった、はい、アウルズのトマクさんの正式名称は、はい、後で出ます、はい、子供たちの太鼓ですね。そうなんですよ。この太鼓のチームの名前は何て言うんですか。あ、ごめんなさい、ちょっとわからないです。クロシオ、失礼しました、クロシオタイプ、クロシオタイプ、はい、クロシオタイプ、はい、じゃあ千葉県の海沿いのチームですかね。そうですね、なんか必要あればどこでも行きますって言ってたんですが、はい、まあ、東京の方まで聞いていただけるということですか ね。連続で 2,3 回くらい出ていただいてるんですけど、すごい雰囲気良かったです。はあ、なるほど。あと新勝者 の、はい、パフォーマンスもあって、連続に10年練習してるみたいで、もうかなりの腕前でしょうか。上出来でした、はい、もう素晴らしいですね。新勝者ですらね、あんなできるってやっぱり練習すればこそ皆さんうまく叩けるわけですよね。このサーフボードは、はい、地元の方が、サーフショップですか。あ、そうです、そうです、はい、はい、温泉もありましたよ、先生の ありましたか、はい、入浴剤もちゃんとありました。足湯ありましたか、はい、
この一番手前は、はい、あのジェラードです。はい、こちらはジェラード、はい、ジェラードですね。はい、生中継です。声聞こえて、あの音聞こえてますか？はい、会場はすごい賑わいでしたね。はい、楽しかったです。はいはい、もうそろそろ、はい、動画ね終わるかと思うんですけども、左側手前はクレープでした。でその隣は、はい、あの竹で作られた鉄砲とか、はい、あのぽっくり、はい、子供が遊んでました。楽しそうでしたね。はい、いいですね、これ大量。これまたマグロが出てたんですか？出ました、出ました。マグロのまた解体ショー。はい、解体ショー。解体ショー今回はやらなかったんですけども、マグロ丼とか、あとハマグリのカレーとか、いろいろ出てましたね。はい。なんかのんびりしていいですね。そうですね。もう夏って感じがしましたね。今度はいつやるんですか？6月の予定です。ということは2ヶ月に1年単位でやってますね。そうですね、はい、夏の間もちょっと増えるかと思うんですが、うん、ぜひ、ね、楽しそうでしたね。ね、来てほしいですね、はいはい、あの今後もね、家庭系祭りさんの方で出展したい方も募集してるわけですよね。はい、そうなんです、募集してます。なんか今回もたくさん出展していただいたので会場がどんどん狭くなってたって聞いたんですけども。そうなんです、それでもやっぱり増やしたい、あの 地元の要望があって、はい、ぜひあのどんどん美味しいものが出るといいですね。うん、そうなんですよ、やっぱ美味しいもの皆さん食べに来る感じですよね。はい、これから暖かくなるので出やすくなるかと思いますが ね、はい、でもまた反対に暑いですよ ね最近すごくす、ね、昨日も真夏日みたいでしたもんね。そうですよね。で今日がまた寒いと、ね、皆さん体調崩さないように、これからもイベントがどんどん増えてきますから ね、ぜひコロナの完全対策よろしくお願いします。はい、陳さん宣伝をお願いいたします。はい、コロナ対策ちゃんとしてますよ。あの換気もちゃんとしてますし、50分に1回ぐらいはやってますので、はい、除菌の機械も入れてあります。トレイルね、フレッシュで、あとはですね、あの今生中継で送ってるので、あの緊急車両あの通ったりするかもしれないので、はい、ご了承ください。はい、お願いいたします。はい、はい、ということで、ちょっと このスタジオから外見ますと桜が散って、はい、もう葉桜が綺麗ですね。そうですね、葉桜今年早いですよ ね、うん、なんか最近暖かいから、ね、はいはい、最近暖かいですよ ね本当そうですよね。はい、それではですね、はい、ちょっと早めに曲に入りたいと思うんですけども、はい、今日の曲はですね、なんと私が選んだということなんですよね。はいはいはい、確か1曲目がミーシャでしたね。ミーシャのね、愛の形、愛の形じゃなくて会いたくてでしたっけ。ごめんなさい、携帯もできてない。愛の歌、愛の歌、はい、愛の歌、ね、先生自分で選んで忘れるなんてね。これね、ひどいですね。カラオケで ね歌って練習したんですけど、なかなか難しくて歌えないんですよ。はい、先生歌上手ですよね。ちょうどコロナ前の横浜アリーナのミーシャのライブ初めて見たんです、生まれて初めて、はいはい、でもその時にも感動しましたね、はい、もう前から見たいなと思ったんですけど機会がなくて、はい、あと私の妹が大ファンで毎年行ってるんですよ、でたまに私も連れてってって言って連れてってもらったら、なんといいすごくいいお席で、まあ、アリーナなのでね、あのフラットな状態じゃなくてこういう段差があるんですけど、はい、段差でもちょうどミーシャと同じ高さ、ステージの、はい、で斜め前から見られるんですけど、すごいもうあれは良かったですね、はい、なのでもうちょっと私もミーシャは昔からファンだったんですけども、最近この愛の歌が、はい、覚えたくて、はい、今日皆さんに聞いていただきたいと思います。先生歌うんじゃないんですよね。はい、はい、じゃあミーシャ本人の歌を聞いてみましょう。はいはい、それではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。どうぞ。初めて出会った日のこと、
覚えてますか、過ぎゆく日の思い出を忘れずにいて、あなたが見つめた全てを感じていたくて、空を見上げた今はそこで私を見守っているの、教えて今言いたい、あなたに伝えたいことがたくさん、はい、ありがとうございました。いい歌ですね。ちょっと歌は間違ってましたね。会いたくて今だったんです ね。ただ名前間違えるなんてね、先生らしいですよ。年齢を感じました。すいません。はい、ということでこの会いたくて今は、はい、本当にカラオケで歌えないんですよ。難しくて。難しいですよね。で、会いたくて今って誰に会いたいです、チンさん今。言っていいんですか。はい。いや、番組潰れますからね。ごめんなさいね。言わないことにしよう。でもね、よく今会いたい人誰ですかって聞くと、はい、亡くなった両親っていう言葉を聞くんですよ。あ、私も
今誰に会いたいですかってやっぱ亡くなった両親に会いたいとか思いますよ ね、 分かりますね。なかなか会えない人に会いたいというのがね、会いたいと思えば生きてればどこでも会えますもんね。いや彼氏かと思ってたら両親の話出たのでもう残念ですね。まだまだ見ぬ彼氏ですか、ね、もう全然盛り上がらなくてごめんなさいね。もうそう、そういう意味でちょっとねしっとりした曲で好きだったんですよ。あ、なんで、うん、ね、なかなか会えない人に会いたいといいですよね、はい、皆さん生きてるうちに人は大事にしましょうね。会いに行きましょう、うん、いつ出会えなくなるか分かりませんからね、はい、そうですね、はい、はい、ということで、はい、じゃあ次始まりますが、はい、今度はその先ほどの、アウルツのバスケットボールの、はい、女子チームの選手の動画があるそうなんですけども、はい、そちらの方を流していただけますでしょうか。できたてほやほやです、はい、昨日ですか。ゆうべです、はい、昨日初練習ですか、2回目ですか。あ、もう何回もやってるんですけども、はい、で、あのスポンサーのトマクスさんと、はい、あと健康機構の方がいらしてまして、はい、その様子を見てました、はい、これが私が適当に撮ったものでごめんなさい、ご存知で、はい、この日の選手は3名ですか。5名くらい来てましたけども、みんなちょっと遅くだったりしてたので、はい、あ、スムーズにシュートしてますね、はい、やっぱり、はい、さすがです、ね、はい、もうみんな上手でした。この男性は大きい理事長ですね、はい、なんかもう一生懸命なんかコーチみたいに嬉しそうに立ってますね。はい、以上に囲まれて喜んでました、うん、そんなこと言って、ね、怒られますからね。いやいや、この間のパーティーも喜んでましたからすいません、ね、はい、こんな感じでこれから毎週練習あるんですか。そうです、そうです、はい、はい、毎週何回もやるんで、ね、はい、これは場所と曜日は決まってるんでしょうか。曜日は決まってないんですけども、場所は募集中です。なんかね、あの決まった場所ではなくて、うん、あのどっか空いてる場所を使うって感じなんですけども、うん、どっかあの東京都内で、うん、あのいいスポーツセンターがあればぜひ教えてください、ね、はい、ぜひそういった場所があればね、はい、でまた皆さんそこに応援に来ていただけるといいですよね、はい、見に来ていただいて興味があったらぜひ、はい、ね、そうですね、スポンサーお願いします。あの、あ、スポンサーですかすいません、あの応援サポーターということで、はい、皆さん募集中ですので、はい、ぜひぜひあの、はい、練習来ていただきたいです。またあの情報はこのアルズのインスタとかフェイスブックで、はい、お知らせしますので、どんどん皆さんぜひぜひ、はい、選手一人一人の選手のプロフィールも載ってるんですか。あ、載ってます、載ってます、はいはい、で その、ね、はい、選手見ていただいて、はい、ぜひ応援 していただきたいですよ ね、 ね、ファンクラブ今募集中なので、うん、はい、ファンクラブスポンサーも募集中です、はい、何回も言いますけどもあの昨日トマクさん来ていただいて、はい、この幕をね、はい、作ってくださったり、あとあの服とかね、はい、あの全部ユニフォームのね、そうなんですよ、デザインを作って、はい、してくださってる方ですね、はい、最近あの新しくまたユニフォーム決まったんですよね。そうなんですよ、うん、はい、色も、はい、色も決まったんですか。色はあの今デザインしていただいてる最中で、はい、あの乞うご期待です、はい、なんかここにちょっと色が、はい、あの入るようなあの特殊な、それはあの応援チームもその T シャツが着れるということですね。そうです、そうです、うん、でカメラマンとか、うん、応援する方とか、はい、スポンサーの方とかみんな着れそうな、あの着れるようなものなんです、はい、まあ、それも決まりましたらこの番組で皆さんにぜひお見せしたいですよね、はいはい、お見せします。売りますからね、はい、販売するそうです、販売するんですよ、さん売りますからね、はい、もう販売するそうです、ここで売りますので、こんなんでいくらですって言いますので、はい、お願いします。サイズもあるんですか。あります、あります、はい、いろんなサイズありますので、はいはい、じゃあ皆さんそれを着て、はい、第1回目の試合が6月に愛知県であるんですよね、はい、その時に来て応援に来ていただきたいですね。そうですね、あのトマクさん作ってくださるので、トマクさんで100年歴史ある、はい、あの老舗なんですよ、はい、垂れ幕とか、はい、あと上りとかね、そうです、ハッピーとかね、はい、オフィシャルサイトありますかね、見れますかね、はい、はい、で、あの、うん、制服作りとかね、うん、あの必要な方ぜひあの直接ご連絡ください、はい、はい、ぜひぜひ ね、 ね、あのハッピーもね、素晴らしいハッピー作ってらっしゃいますよね、トマクさん、はいはい、あとあの上りの何ですか、大サービスみたいな、ああいった昔の上りでエプロン作ったりとかもしてますよ、ね、おしゃれなんですよ、すごい面白いね、エプロン作ってるんですよ、はいはい、あのトマクさん の、 あのオフィシャルサイトあればね出してほしいんですけども、うん、あのインターネットで調べていただければ、うん、ね、はい、はい、あの全部出るので、はい、トマックで出るんですね、はい、
かりました。はい、これです、これです、うん、本当にトマップでしか作れないもの。そうなんです、すごいですね、職人技ですよね。はい、いやトマップさんにもね、去年ゲストに出ていただきましたね。はい、100年間伝統も持っているという、はい、明治41年だそうです、うん、ね、はい、ね、素晴らしいですね。素晴らしいです。ハッピーの柄がね、素晴らしいんですよ。もう質は最高ですね、うん、いや料金も手頃なんですよ、うん、思ったより、まあ、そんなこと言っていいのかわからないんですけども、うん、いや本当にぜひ使っていただけたら嬉しいんですけども、うんうん、問い合わせのところにね、連絡先もあるので、うん、またご確認ください。はい、はい、ね、この紙のぼりですね、今の。はい、そうです、そうです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こういったようにいろんな方が、うん、ね、このアウルズにスポンサーについていただいて、はい、ありがたいですね。ありがたいです。どん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 スポンサーの方増えておりますので、はい、プロバスケットチームに興味のある方はぜひ、ご連絡いただけると嬉しいですね。うん、そうですね。で、昨日来た選手の中に3人ぐらいちょっと腰痛だったり、肘が痛かったりっていうのは、うん、言ってたんですけども、うん、その場で、うん、うちのスポンサーなんと会場で坂東さんが健康機構、はい、日本健康機構の坂東さんがその場で、はい、そうなんですよ、直してくださって、うん、いやー効果てきめん、もうびっくりしました。やっぱ選手もね、試合に出たりしますとやっぱり、筋肉疲れますし ね、まあ、疲労がどんどん溜まってきますとね、やっぱ腰痛とかね、はい、肘の痛み、はい、膝の痛みとか、これです、これです、はい、青森のバンナーレ八戸、うん、あの選手たちが、うん、干渉法って言うんですけども、ええ、で選手のケアをしてるみたいなんですよ、うんうん、効果がすごくて、ええ、はい、大好評です。はい、これは日本地図の色がついてるところが関わってる県ですか？そうなんです、そうなんです、はい、で東京っていうと日本橋にお店があるので、うん、ええ、はい、ぜひ調べて行くようにしてください。はい、日本橋です、はい、1-14-5ですね。はい、腰痛アカデミーとかもやってらっしゃいますね。いや、始発みたいにやってるんですよ、うんうん、針も何も使ってなくて、うんうん、素手でやってるんですよ、びっくりです。もう奇跡ですね。なるほど、はい、いろいろ感じますね、はい、はい、痛みの専門医ですね、うん、はい、これは皆さんこの日本健康機構に登録されてる先生たちですか？そうです、そうです、うん、はい、いっぱいいらっしゃいますね、はい、ね、はい、まあ、スポーツ選手はね、どうしても怪我がつきものなので、うん、やっぱりこういった先生に監修していただいて、はい、ね、守っていただけると安心ですよね。安心ですね、うん、怪我はすぐ治療するかしないかで変わってきますからね、はい、心強いです、うん、いや本当にありがたいですね、ありがたいです、はい、本当に、はい、はい、うちのスタッフもね、ありがたいです、ね、本当にありがたいです、はい、はい、そうですね、はい、はい、なので皆さんもぜひね、そういったこんなことで協力できるよとかありましたら、うん、ぜひ協力していただきたいですよね。そうなんですよ、うん、はい、何かうちの企業でこんなことできますよとか、はい、自分自身でもいいんです。今のね、坂戸先生みたいに何か体のケアがお手伝いできたらという方もいらっしゃるとありがたいですよね。全部で選手は8名いらっしゃるので、はい、そうなんです、はい、8名の選手の面倒を見てくださる方、はい、ぜひぜひ募集です。はい、はい、お願いします。来週の練習の場所はどこなんですか？一応同じ場所で、うん、東京都内にあるんですけども、バディ幼稚園、はい、バディ幼稚園、はい、はい、保育園ですかね、はい、幼稚園です、はい、バディの体育館を借りてるってことですか？そうです、そうです、はい、室内の練習場です、はい、はいはい、じゃあそちらの方で毎週、はい、練習するんですよ。水曜日ですか？日にち決まってないんですけども、はい、まあ、大体週1ペースで、はい、じゃあしっかりしたスケジュールがね決まりましたら、そうですね、皆さんにこちらの番組で宣伝しますので、はい、ぜひ興味のある方はね、見に来ていただきたいですよね、はい、見学募集中です、はい、お待ちしております。はい、お待ちしております。はい、はい、なんか今フレの方としましては観光グループと今のバスケットチームと両方の活動をしてるんですが、はい、このフクロウグループの方でもね、今後ホームページを作りまして、はい、全国の観光地をつなげるような動きもしております。今、はい、まず浅草と下呂温泉と九十九里、はい、
というように、はい、募集してるんですけども、はい、他の観光地でも全然ね OK ですので、はい、皆さん興味ある方はまたそうですね、フォロー屋のまた、はい、ホームページ見ていただくといいと思います、はい、ちなみに今日はあの理事長と、あの真澤先生が今、あの北海道の千歳に向かってます、今、はい、まさに飛行機の中です、はいはい、もう近いうちに、あの支店できるそうなので、こうご期待ですね、はいはい、よろしくお願いします、はい、それではちょっと2曲目の入りたいと思うんですが、この2曲目はですね、アースウィンドファイヤーっていうのがちょうど私が高校生の時にリアルに人気があったんです。高校生の時はうん十年前なんですけども、でも今もやっぱりね、皆さんこの曲はすごく馴染んで聴いてると思うんですけども、はいはい、この黒人グループでかっこいいんですよ、すごい大人数でね、はい、でその頃ソロあのボーカルだったお二人、はいまあね、独立されて行ってあったんですけども、はいまあ、あのとても素晴らしい今でもある、アーティストなので、はい、ファンタジー昔のディスコでよくかかっておりました。ディスコと言われている時代ですね、はい、今はクラブですけどね、はいはい、そのファンタジーをお聴きいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。お願いします。
はい、ありがとうございました。懐かしいですね。はい。いやパワフルですごいですね。もういっぱいね、好きなアスウィナのファンやつで、はい、いっぱい好きなね曲あるんですけども、はい、もうとりあえずファンタジーに選びました。すごい歌ですね。はい。ね、あの一回ねうちの息子がね、高校生の頃に私がこの曲をしてたら、なんで母さん知ってるのって言われて、そんなのお母さんが高校の時にリアルだよって言ったら、えーって驚いてたので、やっぱりね、あの今昔のいい曲って今も若者も聴いてるので、うん、やっぱり、ね、びっくりするみたいなんですよ。でそれがね親子の話題になってね、いいんですよね、はい、ね、本当に、うん、時代って関係ないですよね。そうですよね、いい曲は、ね、名曲は名曲ですよね、どんどん昔の名曲がまた今の若い人に聞いてもらえるといいですよね、うん、そうですよね、はい、はい、ということで、アスウィナのファイヤーのファンタジーでした、はいはい、あの今回ですね、さっき勝手焼き祭りも今度また6月ですね、6月5回目が、はい、というように2ヶ月に一遍の割合で、はい、計画してるんですけども、もう一つあのちょうど浅草の花屋敷の前の通りに足湯カフェ少なき粉があるんですが、そちらの方でも、毎月第1第3の朝11時から14時まで、はいはい、足湯デマルシェというのを開催しております、はい、で今度16日が第2回目になるんですけども、はい、三浦野菜って皆さんご存知ですか。三浦半島の野菜なんですが、もう本当にね、あのネギがこんなに太くてね、あのネギこんなですか。なんですよ。で見た目ネギに見えないんですよ、これぐらいの長さ で、でそれ何ですかって言ったらネギだって言うんですよ。もうそれが一番人気で売れちゃったんですよ。私食べたことないくないですか、こんな太いに。いや、ないですよ。なんですか、玉ねぎでもそれぐらいやったらないですよね。ないですよね。ね、であとこのすごい甘いまん丸のね大根、なんかね形がねすごい変わってる野菜が多かったんですよ。カブラじゃないんですよ、大根なんですよ。丸い大根、丸い大根。あと人参がすごいあの綺麗なオレンジで、あの普通のオレンジって濃いじゃないですか、人参ってちょっと薄めのオレンジで、ま、ちょっと丸くなった長い感じで、丸長い感じでね、あの先がとんがってないんですよ、はい、でまた甘い人参、あとの、はい、ケールとかもあのちょっとそれでね、あれをスムージー作ってみたんですけど もうすごい濃い味で皆さん美味しい美味しいと、はい、あのリンゴもね甘くて、あのリンゴとケールと一緒にあの作ったんですけど、あ、ちょうどね画面の左端に、はい、細長いのあるじゃないですか、あの上がグリーンで、はいはい、はいはい、そこですね、それがねネギなんです。太いでしょう、すごいですね、うん、種類が違うのかな。そうなん、ちょっと形がね違ってね、あの甘くて美味しいんですよ。でこの真ん中の瓶がありますよね、はい、こちら もうトマト農家で60年やってらっしゃるトマト農家さんのトマト の、ソースとか、あとなんかいろいろ ありました、トマトジュースとトマトソースですね。トマトジュース、うん、トマトソース、はい、あの長い瓶がトマトジュースで、こちらの丸い瓶がトマトソースなんですけども、色もねすごい綺麗な、あの真っ赤かじゃなくって、はい、ちょっと抑えた赤みがあって、もういかにも天然って感じでしたね。アップしていただいてありがとうございま す。見やすいですね。これもすごい美味しいソースで、はい、でその下に写真が置いてあって、あの塩って書いてあるんですけども、これ もあのジェラードモナカなんです。モナカの中にジェラードが入ってるんですね。でこれが小豆と、塩とか抹茶とかあるんですけど、あ、これ食べたい、うん、これ美味しいですよ皆さん。これも販売しております、はい、明日、明後日ですよね先生。明後日です、いよいよ、何時から何時までやるんですか。11時から14時までです。14時まで行きます、はい、そのモナカ残しておく残しておいてください、ね、であとこの天泉ってお米が、はい、新潟産のお米なんですけども、はい、これまたすごい美味しいお米なんですね。あと後ろに玄米とかもありますし、はい、この辺とってもお人気です。
あと足湯カフェ少ない彦の入浴剤があるんですけども、はい、ちょっとこちらの写真に写ってないんですけども、その入浴剤もお肌すべすべのね、もう1回入ったらもう本当にツルツルになるという本物の温泉の元が入ってるという、はいはい、いわゆるあの湯の花ですね、はい、入って、私はそれを毎日顔洗っててファンデーション塗ってないんですけど、本当に綺麗ですよ ね、 ね、ファンデーション塗ってない、ツヤツヤしてね、はい、私いっぱい塗りました今日、小じわがなくなるんですよ、でその入浴剤の販売と、あとチンさんダイエット、ダイエットですか、ーーまさに今必要としてるものです、はい、このダイエットコーヒーも販売もあるわけですね、そうですね、ダイエットですね、ダイエットコーヒー、はい、あの出ます、はい、はい、ダイエットしたい方ぜひこのコーヒーを飲んでいただくと、はい、何がいい、どんな症状が起こるんですか、げっそりげっそりあの下痢はならないんですけども、カロリーがカットされて、はいはい、なんかね、はい、ご飯食べる前にあの、はい、飲むといいんだって、はい、カットされて、あの、はいはい、私が痩せないといけなくなっちゃうんですけども、はい、美容と健康にいいものが売ってるってことですね、そうですね、健康食、あの、はいはい、自然なものですね、はい、あの、綺麗な、ね、あの、綺麗になりたい女性、はい、健康になりたい女性、家族、はい、まあ、男性、皆さんぜひぜひいらしていただきたいと思います、はいはい、あの 数に限りがありますので、なるべくお早い時間に来ていただいた方がいいと思います、はい、場所はどこにあるんですか、はい、ちょうど花屋敷入り口の斜め前になります、あ、住所これですね、はい、はい、はい、2丁目29の8になります、はい、わかりました、ぜひぜひ、あの、はい、でその後に足をして、あのゲロ牛乳が売ってるんです、ゲロ牛乳、名前がなんとカタカナでゲロ牛乳で、これはですね、あのちょうどゲロのある町が飛騨地区っていうんですけども、飛騨牛乳で、はい、この牛乳すごい美味しくって、はい、あの全国の牛乳ランクでも上位の方なんですね、はい、であのちょうど秋葉原のミルクスタンドっていうホームにミルクスタンドがあるんですけども、そちらにも置いてあるんですが、もう生クリームに一番近い牛乳っていうのもあるんです、でそちらが足湯カフェの売りなんですけども、うん、あと岐阜県にしかないパイン牛乳もあるんです、パイン牛乳、それも本当に美味しいですから、ぜひぜひ牛乳を飲みながら足湯にも使っていただきたいと思います、楽しみですね、買い物してお茶飲んで足湯して健康になって帰ると、はい、でダイエットコーヒーもそこで、ね、の試飲ができますので、皆さんぜひ足湯しながら、はい、足湯で、足湯っていうのはね、皆さんあの体を温めるだけのものだと思いがちなんですけども、足から老廃物を出してるんですよ、で一人足湯があるんですが、なんとから体調の悪い方、足から出るわ出るわ老廃物が、もう真っ白ドロドロになるんです、お湯が、足から、はい、で大体足から、皆さん一日靴履いてますよね、はい、でもう本当に靴の中って蒸れてますよね、はい、それぐらい汗をかいてるんです、足っていうのは、はい、でまた心臓から全身に血液やリンパ液が回った時に、はい、足に行ったものって老廃物で溜まりやすいんです、はい、地球には引力ありますからね、はい、そういったものを足から出すので、もう出し切ったらお肌ツヤツヤ、足元軽く、夜もぐっすり眠れます、素晴らしい、はい、というのが足湯の効果なんです、ね、はい、ですから体を温めて老廃物を出せばダイエットにもつながりますよね、はい、そこでちょっと美味しい牛乳を飲んで、そして、リラックスしていただいて帰る、で帰りにちょっと気になったらダイエットコーヒーを持って帰って、はい、毎日飲んでいただくというように、はい、はい、いいですね、まさにあの健康尽くしの、はいはい、そういうことで、毎月第1、はい、第3、11時から行っておりますので、はい、皆さんぜひ足を運びください、またこちらの番組の方でね宣伝させていただきます、はい、そしてもう一つ陳さんの方から宣伝があります、あ、はい、実はですね6月19日、はい、あの卓球大会やるんですよ、で、はい、あのほらコロナで2年以上ね何もできなかったので、はい、あの日中友好50周年を、はい、あの記念して、卓球大会をやります、はい、で今回は場所は板橋区上村記念加賀スポーツセンターでやります、はい、で260人募集する予定で、もうすでに200人応募ありました、あと60人ぐらい応募できるので、うん、で今回はなんと中国駐日中国大使館も、はい、協賛してくれて、はいはい、すごいありがたいですね、はい、ぜひご興味のある方、はい、申し込んでてください、で漏れなくお土産つきます、はい、実はですね今回はスポンサーになってくれた、はい、そのゲンセーターっていう、はい、会社があるんですけども、はい、
そこに黒いニンニクと、はい、天津栗漏れなくプレゼントしますので。天津栗がもらえるんですか。もう全然あります。もう本当に嬉しいんです。あとは一部チンドビールも。チンドビールもいっぱいありますね、協賛、はい、に、はい、いや協賛いっぱいあるんですけども、うん、他はもう中国の梅酒とかね、いろいろあるんですけども、うん、マスクとかね全部言いませんが、うん、ぜひ参加してほしいです。申し込みは、はい、電話番号下に書いてあります。白岡さんか松浦さん、あとはそのなんか LINE とかで申し込みはホームページとかもね、はい、応募可能なのでぜひ、はい、はい、電話番号がですね、白岡さんが0908898899115、もう一回言いますね、はいはい、0908898919115、はい、そして松浦さんが0907859000、もう一度言いますね、事務局がですね、白岡さん0908898919115、そして松浦さんが0907859000になります。申し訳ない、中国語も可能だそうですので。あ、可能です、はいはい、白岡さんは会長で日系人というか、はい、引き上げ者なんですよ。ほら戦争で残された方なんですけど、はい、私もそうなんですけど3世なんで、で白岡さんは2世になるんですけども、はいはい、で今回はそういう親善試合っていうか友好試合っていうのも意味もあるので、ぜひ参加してほしいです、はい、で私なんとその後援会会長で言われて、もうなんかしなきゃいけなくなっちゃって、うん、ごめんなさいね、申し訳ないです、はいはいはい、もうちいさんがねこの、ね、グループに関わって率先して募集しておりますので、はい、皆さん卓球大好きな方、ぜひぜひこの大会に参加していただきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、お願いします。ありがとうございました。それではね、このいろいろイベントもね、この袋グループ関わっていきますので、先ほどの協賛にもね袋グループの名前があったと思うんですけども、こんなイベントがあるのでお手伝いしてほしいという方もぜひぜひお声かけてください。はい、はい、そうですね、はい、まあ、応援のしていただける方も欲しいですし、こちらも応援していきたいですよね。そうなんです、いろんな方たち、はい、はい、で卓球大会やるって言ったら、この間ゲストで来てくださった、はい、大スターの葉山ヒロさんが、はい、あ、私もぜひみたいな、で今回2人でぜひ先生も一緒にやってほしいんですけども、はい、MC やることになったので、ぜひはい、来てください、ね、はい、そういうようにね、あと、はい、ほらカメラマンの方もね、そうです、スポーツカメラマンの方とかね、はい、手伝っていただくといいでしょうし、ね、あと動画の方もいらっしゃるといいでしょうし、うん、はい、お願い、いろいろその写真ってなかなか本人が試合に出てると撮るのが難しいですよね。難しいんです。そうするとそれを撮ってくださって、はい、後で販売していただいた方が嬉しいこともありますよね。また動いてる瞬間の写真って、はい、プロだとすごい上手に撮りますよね、はい、ブレちゃうんですよね、綺麗に撮れません、うん、はい、うん、やっぱ、うん、私たちだとすぐブレちゃったりとかね、はい、シャッターチャンスがまずかったりするので、そうです、はい、ちょっと変な顔で写ったりとかですね、はいはい、でもプロの、ね、スポーツカメラマンだとすごいいい表情で、はい、いいフォームの状態で撮ってくれるので、はい、まあ、そういった方も募集しておりますので、ぜひお声かけていただきたいと思います。はい、はい、もう宣伝は大丈夫ですか。大丈夫です、すいません申し訳ないですいえいえいえ、はい、もうね大きな大会をやるということで、はいはい、もうこれもねこのコロナがね収まってね、だいぶ皆さんも元気が出てきた証拠ですよね。そうですね、はい、うん、いや今後ずっとどんどんやってきますよ、うん、はい、多分7月8月ずっと、はい、名古屋も大阪も全部北海道沖縄も全国全部やりますので、はい、はい、じゃあ今回は東京大会ということで、東京です、次は名古屋の予定です、ね、名古屋大会で大阪大会というような感じで広がっていくわけですね、はい、だ走行全国大会というのもあるんですか。やる予定です、はい、じゃあ東京で勝ち上がってたら今度は全国大会が待っているということで、はいはい、先があると楽しみですよね。もう商品はすごいんですよ、協賛がすごい、全部言いませんので来てください、ね、行かないとわからないという、はいはいはい、それじゃお楽しみで、はい、そうです、ぜひ、はい、それ見学も大丈夫なんですか。あ、全然来てください。見学は入場料とかいるんですか、はい、いらないです。じゃあ、歓迎です。参加者以外見学したい方は無料で、はい、無料です、無料です、はい、でも席に限りがあるのでね。はい、そうなんですよ、うん、はい、なので早めにお時間決めていかれた方がいいですよね、はい、
そうなんです、はい、ということで、はい、今回は2人で番組進めさせていただきました、はい、ちょっとお見苦しい点がありまして申し訳ありませんでしたが、すいません、ダメですね、ゲストがないと気が緩んじゃいます ね、 ね、そうですよね、まあでも生中継なんでそれがね、あの楽しみの一つもあるんですよね、はい、もう今日あの花粉で2人でもくしゃみが出そうなの我慢しながらねお話しさせていただいたんですけども、はい、それでは最後の曲なんですが、はい、これはなんと皆さん知ってるかな、あの娘さんが最近有名なんですね、工藤静香さんの抱いてくれたらいいのにって曲なんですが、なんかすごいちょっと曲調が素敵 で、はい、でこれいつもカラオケで歌ってるんですけども、はい、これを最後の曲としてまた皆さん来週皆さんとお会いしたいと思っております、はい、はい、また来週もそれでは最後工藤静香さんの抱いてくれたらいいのに、はい、それでは皆さんまた来週、はい、ミヤチンデラックス袋の旅またごきげんよう。